各地に伝わった。グリンブルク王国の突然の終焉、想像だ。しかし処刑を止めることができるほどの勢力。一方、二国の争いを静観していた聖ハイサンド大教国も、友が処刑されるというのに何もって。私はセレノア。本当なのか、エンデ。はい、ハイサンドの七聖人が一人、ウォルホート領制圧を目的。かねてからエンデ家はハイサンド内、ここウォルホートを手に入れて、度重なる戦いで兵たち、その上でハイサンドとも一戦交えることに。説得はできない。隣国にあたるエンデ家にはこれまでも しかし一度として色良い返事はなかったのです。言葉は通じない、戦は負担が大きい。なる。セレノア様、一つ。ベネディクトがその顔をするときはグスタドルフ総帥に。まずはこの状況を変えることが先決です。流れが変わればソルスレイの計略通りにことが進むことだけは。わかった。ソルスレイ様、兵たちは船に乗り込みました。よし、私が出陣。目的はウォルホート領の制圧だ。かの要衝を手に入れれば先行を立てよ。はエンデ家が兵を挙げたか。確かにウォルホート領は喉から手が出るほど欲しかろうな。しかしウォル、面白いではないか。どうなされますか。行け、アブローラ。ではロラン王子。しばし待て、切り札は最後まで手元に。ウォルホートに来ても学習を続け、積み重ねるだけ成長する実感が。それはよかった。戦争は手段です。グリンブルクを滅ぼしてまで得たいもの。いいえ、必ずあります。その理由が全ての人をうなずかせるものかどう。一方的すぎます。価値観が。何かを得ようとする者がいる限り。それでは人がいる限り。そうです。命と天秤にかけてでも。私には。そう、それでいい。今、ノゼリアの要衝であるウォルホート領に向けて兵が。
西からはアブローラ将軍率いるエスフロスト軍。東からはハイサンド七星人の一角、陰謀渦巻く状況の中、知略を巡らし苦難、ウォルホートの知将ベネディクトである。外せ。は。元気そうだな、クスタドル。状況が変わった。我々に協力してもらいたい。協力、今さ。何、聞くんの。ついては彼女に自ら家族の敵の妻になるよう説得しろと。ふざけるな。そうか、残。私としてもあまり。くそ。現在のエスフロスト軍、ハイサンド軍、その影響で予定されていたロラン。状況が変わったな。はい、こうなれば我々として、そして決断の時が来た。どういうことだ。エスフロストと共に戦う。我らが単独で生きていける時代は煙鉄大戦と共にいずれかの国家と結託していかねば。いずれか。まさか。はい、エスフロスト軍を叩き。なるほど、広告軍が目前に迫った今なら。ええ、この状況であれば指し物エンデケル漁夫の利を狙っていたのでしょうが、そうはさせません。でもベネディクト、いずれかということはエスフ…そう、大戦以降の30年でエスフロストは淡々とこの時勝ち切る自信と裏付けがなければ動くはずもない。エスフロストが、はい、だとしてもだ。悔しいのだ。いや、この家が失われること以上に悔やむ。決めるべきは両軍の。信念の天秤を持て。では投票、エスフロスト軍とハイサンド軍、どちそれぞれの信念を天秤に預けてく。
信念の天秤よ、我らの選んだ道を示す。票は同数だった。今回は道は定められた。我らは聖杯山の大峡谷に着き、エスフロスト公国軍を撃つ。道は決まった。我らは杯山に着き、エスフロ急ぎソルスレイ殿に知らせよ。これより城門を閉じて厳しく監視するよ。みんな、こちらの提案を。遠くの砦から眺めているのとは訳が違う。結局